はい、6月の9日ということで、はい、午後のこれはもうお散歩ですね。完全にお散歩です。はい、農場の方を散歩していきたいと思います。見て、ダチョウの助が走ってきてくれたよ。今日はまだ小松菜の方をね、いっぱい食べてないみたいです。ダチョウの助くん、どうだい、調子はどうだい。ねえ、今日はお客さん来ないね。今日お客さんあんまり来ないね。うん、だからかな、人が来て嬉しいのかな。すぐ寄ってきてくれたね。はい、こんな感じでね、ちょっと牧場の中をちょっとお散歩していきましょう。はい、今日は自転車に乗っておりません。歩きでのんびりお散歩していきましょう。ダチョウの助くんがついてきてくれる。午前中雨が降ってたんで、ちょっと触れ合いエリアの方足元が悪いですけどね。もう今はちょっとね、雨も止んで晴れ間が見えます。はい、キャンちゃん、いいね、いい午後だ。はい、どうしたの。この子はね、いつも威嚇してきますね。そう、人間が憎いのかわかんないですけど、この子はまだ若いです。はい、この子は12番くんはあれです。ホースで水あげると、バケツの方じゃなくて直にホースの方にくちばしを抜けてくる直飲みくんです、ね、いわゆる直飲みくん。なんだろう、みんな気になるの。こうやって歩きで散歩してることなんてめったにないからね。歩きで散歩してる人間が珍しいんだろうか。驚いて逃げちゃう子もいると。はい、歩くなんて久しぶりだからさ。めったに牧場内を歩くなんてことはない。何せ広いからさ、自転車もしくは軽トラでの移動だよね。歩くだけでもう疲れちゃうからさ。はい、小さい屋根の方来ました。このお昼時にね、お昼時というか、ダメダメ、何してんの、ダメだよ、喧嘩しちゃほら、ね、こんなこともあるんだよね。ねえ、ちょっと縄張りがね、縄張り争いっていうのかな。喧嘩しちゃダメだよ。ダチョウ同士の喧嘩、迫力ありますよ。そう、この子たちは人間にはやってこない。やっほー。で、そこだけはいい感じ。この子でかいでかい、身長がでかいですね。立派なことだ。この子はね、グイグイ、なんでグイグイくんかというと、グイグイ来るからですね。やっほー。
あれ今日は来ない。もしかして僕のつなぎの色がいつもと違うから。ほら踊った踊った、ほら踊ってるよ。あ、わかるかな、このグイグイ来てる感じ。ほらほらグイグイ来てる。だからグイグイくん踊ってるね。はい、ありがとう。はいはいはい、いいね。はい、この子もちょっと威嚇気味の子ですね。ねえ、ほらまた喧嘩してるよ。よくないよ。はい、あ、卵だ、卵、卵あるじゃん。ね、足で踏まないようにね。で、この卵の回収は後ほど行いますね。バイバイ。また喧嘩してるよ。血気盛んだね。はい、続いて大屋根の方でも行こうか。ね、こうやって雨が降るとさ、パドックの大部分が水浸しになっちゃってね、そっからなんか何やら何も持っていうのかな、緑色のね、何かしらがね生まれてきちゃうんだよね。梅雨が始まるよ。もう始まってるかね。31番くん、どうしたどうした。人間がこうやって散歩してることなんてもうないからね。何かやってるパクパクしてるね。パタパタしてる。ちょっとオスがちょっと邪魔してくるけど、はい、メスが何か気持ちよさそうにパタパタしてます。いいね。気持ちいいのかな、卵産むのかな。まあ、夕方になったらまた卵の回収に来るので、まあ、その時までに産んどいてくれればいいなと。はい、たくさんのヒナたちです。多いね。はい、僕が歩くのに合わせてみんなついてく。かわいいですね。まあ、今いるヒナと比べたらねあれなんですけど、まだまだかわいいですね。で、こっちがもうちょっと年齢が下がった若い、より若いヒナですね。これでもヒナなんです。ダチョウのね成長はすごい早くて、半年もすれば本当に180とかね、190とかね行くんで、羨ましいですね。ね、ちょっとなんだろう、足元が水たまりが多いんでちょっと滑んないように注意してほしいですね。はい、ということで
夕方というかお昼午後のいい時間のお散歩でした。皆さんぜひダチョウのこういうシーンが見たいとかね、ヒナのこういう可愛いシーンが見たいとか、ご希望ありましたらぜひコメント欄で書いてください。後日またねコメント見て動画にしたいと思います。それではみんなバイバイ。